まあ全国を回った上でどういった声を聞いてきたかというお尋ねだと思いますやはり一番大きなものというのは何かというとやっぱり目の前の生活が非常に危ない状態になっているっていう訴えが多かったですね。本当ににこのままじゃももうううどなうならいいっていう方々 もちろんそれだけではなくそういう方々を多く見てるからこそいつまでも自分が、えー、コロナで大きく影響を受けたわけじゃないけれどもこれは回り回ってくるに違いないっていうやはり懸念を持たれている方々もうその通りなんですね1人でも購買力を失えばこれは、えー、世の中に回るお金が減るわけですで1人でも購買力を失えば国自体が弱りますから。 この購買力が失われ続けた20年というデフレの20年でこの国は大きく後退しましたね、それを考えるならばそこに加えてコロナまでやってきたということ、このコロナが来て緊急事態なんだということではなくてコロナが来る前から緊急事態であったというこの現状の認識というものが一体どれぐらいの政治家の中で一致するのだろうかということを常に思わされたといいますか。だからこそ、 今皆さんにまずは一息ついていただくということをやらなきゃならない希望を与えなきゃならないそれは何かというとやはりもう積極財政以外ないなということにすべてつながっていく話なんですけどねとにかくまあ地方財政というと地方財政というのもかなりあの逼迫した状態ですよねもうすでに何十年もの間にわたって、えー、地方に対する、えー、国の例えば、えー 地方公正交付金であったりとかっていうものが潤沢に、えー、行き渡っていない状態だと私は思ってるんですで実際にそれぞれの自治体いろんな自治体に訪れて聞く話っていうのは本来であるならば、えー、自分の身内の介護度っていうのはもう一段階上がらなきゃいけないぐらいの状況にはあるんだけれどもなかなかそれを自治体が認めてくれないっていうことなんです 当然、自治体としては本当は認めてあげたいという側面はあると思うんですけれども実際にそう,そういう人たちの、えー、なんだろうな介護度必要なだけ上げていくということをやってしまえば財政問題に跳ね返ってくるということですねそういったなんだろう国がこの緊縮ということをずっと続けてきた弊害みたいなものが実際に生活者の方々に実際に首がしまっていくという状況を生の声で聞くということの連続だったとっいうことです。 まあこの20年以上のデフレに加えてコロナという状況ですから徹底的にお金を出していくという方向以外考えられないですね、これをやらない限りは本当にコロナ不況からの強行ということにつながっていきかねないということを常々心配しているところです。